第12レース優勝戦、インコースから1番2番4番6番5番ダッシュ3番です。スタートしました。サイアウトのコース、3号艇山田が好スタート、スタート後もぐっと出ていく3号艇山田、しかし1号艇近江が大前、内側ついた2号艇4号艇確定、向こう正面へと入っています。なお12レーススタート正常となっています。12レーススタートは正常となっています。先頭争いですが1号艇4号艇5号艇3艇横並びとなっています。レースは1周にマーク、なおスタートは正常です。内側から5号艇松岡旋回、切り込んだ4号艇田村、そして1号艇近江ホームに帰っています。先頭争い大激戦、3艇ほぼ横並びもわずかに内優勢は4号艇田村となっています。外から1号艇5号艇が猛追となっています。レースは2周目1マークの攻防です。先頭は4号艇田村、2番手からしかし追いすがる、攻めていくか1号艇近江、向こう正面に張ります。先頭争い4号艇田村がここは一定審判リードも、2番手から迫ろうとするのは1号艇近江、3番手に5号艇松尾となっています。目下のところ4番1番5番の体勢でレースは2周にマークです。先頭4号艇田村に対して内側ここも鋭く狙ってくる1号艇近江ですが、先頭若干リードを取ったか4号艇田村、2番手に1号艇近江。田村選手優勝、丸亀では9回目、 G1 は通算16回目、そしてデビューからは65回目の優勝ということになりました。地区戦はこれで3回目の V ということになりました。久しぶりの丸亀、徳島のエースが7年ぶり3回目の地区戦 V をつかみました。四国地区のスターが最後締めくくりました。なんとか、はい、ちょっと強引なレースになってしまいましたけどね。3度目の四国チャンプですけれども、お気持ちはいかがですか？丸亀で優勝してなかったので、はい、すごく嬉しいです、はい、去年すごく悪かったので、今年しっかり、まあ、集中して体をいたわりながらグランプリ目指したいと思います。応援お願いします。花火とかお客さんの声援は聞こえましたか？いっぱい聞こえました。あ、嬉しいですね。はい、はい、おめでとうございました。田村貴信選手でした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。いやでも本当にこのね、G1 畜生も優勝で G1 戦のタイトル、はい、今年はいい滑り出しになった感じじゃないですかこれ、うん、そうですね、うん、まあ去年も年始は良かったんですけど、年始は良かったんで、はい、ちょっと、ダメだったので、はいはい、このリズムを崩さないようにしたいなと思います、はい、もう本当にね、次はまずは G1 終わって SG クラシックも始まりますし、はい、もうそこもしっかりと SG 戦線でも、そうですね、しっかり気合い入れてね、気持ち入れて走りたいと思ってます、はい、今回もね、結構気持ち入れて走りに来たので、はいはい、やっぱり田村選手もやっぱり年々こうベテランになってきたといいますか、そうですね、まあなんか落ち着かないかんのかなとか自分では思うんですけど、はい、やっぱちょっと多少暴れるつもりで来た方が結果がいいのかなと、はい、思います。もう一度グランプリ行きたいなと思ってます、夜遅くまで残っていただきましてありがとうございます。また来年も、丸亀ですよね、はい、はいはい、切磋琢磨しながら、四国地区を盛り上げていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。見事優勝しました田村貴信選手さん、おめでとうございます。